ゃじゃま来たコメントすべてに切れる生配信スタートしていくわ。幸運のロバキーマロさん12,000円、久々に来たけどスパチャの金額上がった、上がってねえわお前が入れたんだろ12,000円。チャッキーさん2,440円、残業で今帰っとる最中なんだけどスパチャしたくてサービスエリアに寄ったぜ、くっそ疲れたぜ、新一切れてくれ。おどんだけ距離あんだなんで仕事帰りにサービスエリア寄れるってお前ロバキーマロさん12,000円、ごめんなんて言った、なんでお金入れちゃうんだ、そうすると2000円で聞けよ。三角さん2,440円、ウージー今日もハッスルしてこんね、高田信彦かお前久々に聞いたわ。ハイチュウさん2,440円、あのさうまいラーメンってさうまいよね、当たり前だろ当たり前ももしもはや合ってないわ反論として。バルさん6,100円、今日から19時配信になったということで、うちの会社の営業時間19時にしたよ。とんでもないワンマン社長だなお前周りのこと考えろよお前。ソータさん2,440円、この前 SM クラブ初体験してきました、ムチは癖になりますね。宇治原さんはムチ打たれたら走り出そう馬じゃねえよちょめちょめさん2,440円、初スパチャです、いつも切り抜き見てます、トイレ行くのでさようなら。トイレ電波ないとこなのかお前角城さん2,440円、明日人生初のウェブ面接を受けます、励ませ励ませなんていうやつは落ちろお前じゅんじゅんさん5,000円、初見でもないですし、何時から顔出しライブぶっかましますか、どういう口調なんだよお前バルスさん6,100円、今月末東京に行くんだけど一緒に飯行こうよ、せっかくだから坂本さんも乳輪大納言さん、誰だよそいつロバキーマルさん2,440円、中立の立場から言わせてもらうと、うちがみんなからうまいに似てるって言われるの顔が長いからじゃないか、俺原因分かってないって切れたことねえんだよ全然分かってるわ原因は。三角さん2,440円、私の隣の作業者ウージーにならないかな、そしたら毎秒ウージーに切れられながら仕事できるじゃん、私と一緒に測定しない、何の仕事だよ土木家がやってたら測定はよくダークネスさん2,000円、はいじゃあこれで帰りのホームルーム終わりにします、明日の日直は A 君と B 君ね、ちゃんと日直の仕事覚えてる、明日の朝6時に先生の携帯におはようございますの電話をするやついねえわお前頭おかしいのかお前。遺伝子組み換えさん2,440円、もしかしたら当日参加できないので前祝いしておきますね、来たコメント全てに切れる名前し200回目おめでとうございます、197回ぐらいにしてこよう。ジュンジュンさん5,000円、チンチンって軟体動物って、ほんまでっか、チンチンは動物じゃねえわ徳悟空さん2,440円、最近よう俺は背中のあたりがムズムズすんだ、スーパーサイヤ人になるときは背中のあたりがムズムズするらしいじゃねえか、そろそろスーパーサイヤ人になるときのコツとかオラに教えてくれよ、お前の方が詳しいわサクシネギ嫌いさん2,440円、オスオラビクヒエおめえ臭そうだな、伝染してんじゃねえよ邪魔だわお前は。ナイスネイチャさんいじっていじって、なんだそれお前いじりづれえわそんなやつ。即悟空さん2,440円、おら坊主にすっか、勝手にしろよ興味がないんだよ。バルスさん6,100円、私のお墓の前で泣かないでください、あらよっしょ、そんなのじゃねえわなんで祭りで踊ってそんな感じにしちゃうんだよカマムカマムさん2,440円、あの話いつするの、新メンバーにチーフキーフ移籍してくるって話、本当のキレじゃ済まなくなるだろう二階堂じいさん2,000円、ダンスフロアに真ん中なの左、どっちだよ真ん中が立ち位置決まってるか知らねえよお前、だからこういう歌詞になるんだろうな、どっちかわかんねえけどチンパン君さん2,000円、8時かよ、全員集合、今気づいたやつ一人いいんじゃねえか遅刻すんだろそいつお前M2 さん2,440円、こんばんは、久々に見れました嬉しいです、宇治原さんは馬じゃなくてユニコーンです、夢かわいいですね本気だったら面白いな、このみんなに馬って言われてガチファンが馬って言われてるのかわいそうっつって、馬じゃないユニコーンだっていう、その結局変わってないっていうね本人の中ではやっぱ神聖な生き物でみんな好きなイメージで言っちゃってるんだけど、面長いってことを比喩されてるだけだからなんだユニコーンの方が角入れたら長くなっちゃうジグネーさんさんマインドスキャン、なんのだよ
堀北まかないさん6100円、やっぱりユニコーンやペガサスに憧れるものなのだから違うっつってんだろ。幸運のロバキーマルさん2440円、マインドスキャンパート2、パート1があれだったとは思ってないわ誰も。ロバキーマルさん2440円、マインドスキャンパート3、いねえなら俺行くよ、取り合いになってねえわ。なんで目輝かしてんだお前。ウンコルゲリーナさん2440円、うーちゃんでさ、キレてる時の怖い顔と素で笑った時のギャロップ感、ギャップ感だわお前。ポケモンの日、炎系の馬出してんじゃねえよ。二階堂じいさん2000円、先日友達と海に釣りをしに行ったのですが、隣にいたおじさんに、お兄さんいい竿持ってるねーと褒められました。これってチンチンのことですよ、竿のことだわ。いい竿持ってるねって書いてあるの、釣りをしてる状況で。そんなややこしい例えしてくるやついねえわ。寿司三昧さん2000円、あれやっぱそうですよね、いわき信子さんですよね、ピンクのスーツどこだお前。二階堂じいさん2000円、キャンタマのマウスパッドを送っていい、誰が作ったんだよ。誰この辺に金玉を置けるようになった。ふみちゃんさん2440円、お待たせしました、ウーバーワールドでウーバーイーツ来いや。なんだそのファンサービスお前。二階堂じいさん2000円、ゴリラってさ動物園で見ると俺塩顔男子ですって雰囲気出してるよな。出してねえわ。どこで思ったんだお前。奈良くんさん2440円、今日は佐藤さんいますか、誰だよ。誰だお前、間違えてんだ入ってくる部屋。男性モロコさん2000円、こんばんはピーターアーツです。じゃあピーターアーツと証明ができるものが必要になるだろうお前。親子丼さん2440円、なんで僕の名前佐藤って分かったんですか、佐藤は当てずっぽに決まってるだろうお前。ロバキーマルさん2440円、徳永秀明さんのレイニーブルーって日本語で雨の青って意味、すごい感情論をお持ちなんだな徳永の野郎、なんちゅう言い方してんだ。どういうことだお前。二階堂仁さん2000円、好きな四字熟女は木村佳乃です。四字熟女なんて言葉ないんだよ。普通に好きな熟女じゃねえかだから。花栗下萩さん2440円、お突っ込んでくれる配信じゃん、因数分解すんなお前。キレっつってんだよこっちお前。チャッキーさん2440円、なあ新一、配信始まってからずっと高速のサービスエリアで生配信見とるんだけど、ガソリンのランプついてきとるし腹減ったから行けや。邪魔なんだよお前。ナチリンさん2440円、本当にいるんだ、二次元かと思ってた、二次元に失礼か、なんでだよ。何がしたいわ、言ってみろよお前。猪之助さん5000円、初見です、これで穴の穴に切れられるんですか、何言ってっか分かんねえわ。何や穴の穴ってお前。三角さん2440円、ウージーは元ラグビー部の女は好きですか、え本当ありがとう、マネージャーじゃなくて。女子ラグビー部見たことないわ俺。二階堂じいさん2000円、お出たな妖怪マスジ手のひら隠しめ、ぶっ飛ばすぞてめえ。やめろっつってんだよお前こういうの。大好き怒られるのさん2440円、お部屋探しは右肘で、両手使わしてくれよ。何そんな難しいことさせんだお前。三角さん2440円、マネージャーじゃなくて選手だよ、ウージーに愛のハイタックル、一緒にスクラム組もうか、どういう性行為だお前それ。お互いがこうやってやって、どうすればいいんだお前。年の金脈になりたい学生さん2440円、お前のことを丸億円プレイヤーに私がするから待っとけよ、分かったな。無理だろ、だいぶ刻んでんじゃないか2440円。意気込んでるやつのお前、俺は絶対やるかつって次の日の予定そんな入ってないやつきついわお前。チャンセンさん2440円、おはうじマヨラー歴10年にもなるとマヨネーズなしでご飯が食えるよ、すごくねえわ。マウント取れてないわお前。堀北まかないさん6100円、なんやろ金あげるわ、浮かばないなら送るなって。なんで19時代になって一気に立ってんだお前。ポンポンポンズさん2440円、こんばんは、母親と喧嘩して3日間口聞いてません、アラサーです。10代でやれそれ。アラサーでやるなお前。ジジチャンネル、ジジチャンネル、もう一言だわ、うん、チャンネル登録外して出てけ。出てけ出てけ、来んなよ二度と。